大阪万有記秋の陣。通天閣の足元にある喫茶通天閣。私は田舎では喫茶店にほとんど行くこともなく、モーニングも食べる機会がございません。懐かしい、久しぶりに食べるとモーニングはいいね。田舎でもタバコが吸える喫茶店はほとんどなくなり、喫茶店と違うやん、ただの茶店やんか。私はこの辺に住んでたのでほとんどホームグラウンドです。この喫茶店は、まあ、観光客、地元の人、そして一時通天閣の下に劇場がありまして、小塾関係のですので、小塾の芸人さんなんかもよく利用していたと思います。ネタ合わせとかね。ゆで卵じゃ。20歳以上は合法のタバコです。コンビニで20歳以上ですかと最近は聞かれたことはございません。そして今回行きたかった一軒、通天閣の下にある立ち食いうどん。歴史があり、日本一安い立ち食いうどんと称されたこともあります。早朝9時開店前の状態です。なんでもないうどんなんやけど、他に替えがたいうどんなんじゃ。
おにぎりもおにぎりの肩にはめるやつで作ったやつ、懐かしいでしょ。私が人気女優やグラビアアイドルならバズるような絵図や思います。分かる人には、分かるかな、分かるか、分かるやろ。おいしかった。うのポテトは欲望の街を応援します。